日本経済の高度成長は私たちの生活をあらゆる面で豊かにしました。その反面、教師生活の中へさまざまな不安や悩みを投げかけています。暮らしの中の安全、今日ほど私たちの生活の中でその必要性が叫ばれている時はありません。秋の一日、渋谷さんは久しぶりにご主人と一緒にデパートへ出かけました。そう、デパートでは今日から消費生活展が開かれるのです。みんなで明日を考える暮らしの問題点。長原副知事らが出席してテープが切られました。無駄を省き、明るい豊かな生活を築くための知識を広める展示会です。物価高、ゴミ問題、また驚くほどの課題放送など、生活展は渋谷さんたちにいろいろな暮らしの知恵を教えてくれました。もう二度と前のような失敗は繰り返すまいと心に誓ったのです。生活店を出た2人は文字通り楽しいショッピング。そうです、商品はよく表示を見て良い品物を適正な価格で。の複雑な社会の中で、消費者、企業、行政それぞれの努力の積み重ねこそ、より豊かで合理的な消費生活を実現させる唯一の道なのです。